園五時の校庭ボールの影も長いそんな無口でいないで廊下で会うたび喧嘩してたのに必須の途中で天空から混沌の渦巻く大気を貫き神の矢が可能性の海へ突き立てられる地球の黎明初めての生命がその産声を上げた瞬間である生まれいでよ命無から有を生み出すのだものです。何？やはりブードゥー魔術が愛好家友の会からか。はあ、私の半年分のお小遣いよ。ああ、このマスクの謎こそブードゥーの謎へ迫る第一歩なのだ。私がそれを解き明かすのだ。つまりダウジングも一種の超能力なのだ。その力で地下鉱脈はもちろんまだ見ぬ未知の世界を探すことも可能だ。私は現在新たなダウジングの方法を研究しておる。それはこんな石ころや棒などを使わずに人間の目を使う、つまり透視だ。透視をどのように使うかというと、そうだな、その前に透視を説明しておくか。投資と言っても光栄死ぬことじゃないぞ。いいか、投資というのはだな。先生、なんだ大丈寺、質問なら後で受け付けるぞ。先生、くだらない歌話より授業に戻ってください。大丈寺、これからがいいところなのだぞ。そんなの教科書に載ってます。当たり前だ、こんなものに載ってるはずがないじゃないか。この世の真実の意味を知っているのは私だけなのだぞ。ああ、松永も知っておるな。ああ知ってるな。ああ超能力のことだよ。何の話ですか。真実の力のことだ。先生、ごちゃごちゃ言ってないでちゃんと授業を進めてください。ん、あ、珍しい花を持っているな。これは父の外国土産です。帰りに馬車道でパフェ食べない？今はまずいわ。外国の花だって、そりゃ珍しいな。あ、松永、待てと言っても待てない時もあるか。おお、これはうるさいな、もう消えた。女子トイレの前で何をしとるんだ君は。超常現象について中の女子に聞きたいことがありまして。女子トイレの中に一体どんな超常現象があるというのだ。何、ブレスレットのこと影浦に聞かれたの。少しの間外そうか。影浦しつこいもんね。私なんか毎日顔合わせなきゃいけないんだもん。それだけでも鬱陶しいもんね。この花気に入ってんだけどさ。私も。何しろ波長が合うんだもんね。
なんでテレビ消しちゃったの？今日のは一段と美味しそうだね。いただきます。しんちゃん、お祈りを忘れているのよ。天鉱石の謎に迫ります。天鉱石？私が麻生慶太郎です。天鉱石は人間の潜在能力に働きかける力を持っています。私は金剛さんにその鉱脈があると確信しております。いただきます。天鉱石というのは初耳ですが、もしそれを発見できれば超能力啓発に多大な力を発揮することでしょう。食事の途中で席を立つなんてお行に悪いわよ。ああ、ごめんなさい。ジュリエット、私が天鉱石の鉱脈を見つけてやるのだ。天鉱石の発するアルファ波だけを探知できる装置を作ればいいだけのことだ。私にかかればちょろいちょろい。んあジュリエット、この水槽に触ってはいかんと。あジュリエット、まさか研究資金の足しにとこれを。なんというけなげなガラスなのだ。ジュリエット、今度はお札を拾ってきてちょうだいね。まさか私はついに命を生み出したのか。神よ、私の知性と才能を許したまえ。もっとだ、もっと光よ。あれ、何が起こったんだ。ブードゥの面。あ、なんだ。私に超能力が宿ったのか。さてどこかな。100円玉ミッケ。もう機械などいらん。私がそこに行けば立ちどころに鉱脈など発見できるぞ。あ、500円玉。風よ吹け。あ、10円玉。一般に気体液体固体が相互に混合するとき、一方が他の物質中に細かい粒子となって分散する。学生にとって教科書はバイブルにも等しいのだよ。粗末にしてはいけない。コロイド粒子は1ミクロンから100ミクロンくらいの粒子で、分子やイオンよりは大きい。先生、今日はちゃんと科学の授業をなさってくださるんですか？おかしなことを言うね。私は科学の教師だよ。当然じゃないか。あ、やあ、同じ穴のムジナ君たち。同じ穴？ムジナ君？
君たちが力をひた隠しにしてきた気持ちが分かったよ。確かにこの力は人に見せびらかすものではないね。何驚いているのかな。私にも君たちと同じ力が宿ったと言っているだけさ。同じ力？君たち以上かもしれないけどね。本日テレビがね、昨晩の転校石の秘めたる謎に出ていた麻生慶太郎という男と連絡を取りたいんだな。ああ、その麻生慶太郎という人物だ。超能力と転校石の関係について彼に直接聞きたいのだよ。何の仕掛けもなかったよね。うん、でもなんか信じらんないよね。うん。うわあ！はーい。ねえ。この花なんだか元気ないような気がするんだけど、これで元気が出ればいいけどね。早く元気になるんだぞ。東京外国為替市場の円相場は昨日に比べ。ねえリカちゃん。なに？リカちゃんに話しておきたいことがあるんだが。改まって何かしら。私にも信じられんことなのだが。しんちゃんに信じられないことがあるなんて信じられないわ。私もまさかこのようなことになるとは思わなかったのだよ。まさか、そうなのだ。私は超能力者になってしまったのだ。なんだそんなことだったの。やだもう、真面目な顔して何を言い出すのかと思ったら。わかってるのかな、リカちゃん。というわけで、ここに薩摩と長州は一介の浪人坂本龍馬の活躍により慶応2年1月密かに薩長同盟を結んだのであります。近代国家の夜明けを迎えんとするのであります。先生。お、松永早退します。友達が病気なんです。早退届は明日提出します。失礼します。みかげ。なんだ、ともみも早退するんだ。みかげ、あれ感じた？うん、花が泣いてた。枯れちゃったのかな。枯れてないよ。でもさ、色が変わっちゃってるもん。うるさいな。だから今調べてるんじゃない。だってさ、だってさ、なんか言ってよ。私たち何ができるの。やだ。
やあ、おはよう。おはよう、しんちゃん。さて、ウォーミングアップだ。1、2の3、ほい。体調はいつになくいいのだが、はっにこんなはずは動けやれやれ、力が消えたかと思った。ああ、よかった。ちょっと休みませんか。またかね。急がないと一雨来そうな雲行きですぞ。大丈夫ですよ。私がその山へ着いたら、立ちどころに鉱脈を見つけてしまうのですから。この山なんですよ。あ？この山の確か、あ、そうそう、この木、ここだ、ここで鉱石を拾ったんです。変だな。ともみ、みかげ。敵はここにある。にゃおかげで花が元気になったね。うん。
この石が私たちを引き寄せたのかな。影浦さん、しっかりしてください。影浦さん、つまりヒーリングというのは患部に直接手を当てて治療することで世界各地の民間療法に見ることができる。なかなかいいペンダントだな。何のことですか。ともみ、助けて。待て松永、そのペンダントを見せろ。はい、ともみの分。待て、寝不足だと予知ができるのよ。本当？だから二人で寝不足になろう。次回ミラクルガールズ、予知指数上がるパーセント。みかげ、テストの答えも予知できる？